さんは30年前のことを覚えていらっしゃいますか？すごく覚えてます。やっぱり憧れてた舞台にようやく立てたっていうことが一つあって、やっぱそこにやっぱりたどり着くまでには本当長かったですし、そうですよね。でサッカーでやっぱりプロがなかったので、あのプロっていうカテゴリーができたのが93年で、開幕戦のセレモニーがすごくてですね、暗転になってレーザーが飛び交って、はい、でうわーっていう雰囲気とともに、あここに来たんだっていう思いと、対戦相手がヴェルディだったんですけど、はいはい、ヴェルディの選手と顔があった時に、はい、ようやく来たねっていう話をして、でそこで、まあ、涙がもう止まらなくて。えその時水沼さんおいくつですか？僕33です。その10年間をそういうね、バーチのなんていうんですかね、プロじゃないところでやってきて、33でプロになったって思いってやっぱすごかったですよね。いやそう思います。僕はですね、30年前はちょうど横浜太陽ホエールズっていうチームから横浜ベイスターズになった年なんですよ。あちょうど30年前なんですか？そうなんです。誕生日が一緒なんですね、ベイスターズとマリノスと。あそうですね、まあ、そのホエールズからベイスターズになる、なんか変わったことってありますか？はい、チーム名がまあ地域密着で、変わると。まあ、正直その太陽ホエールズっていう名前がなんかピンとこ来てなかったんですよ。まあ、いろんなロゴとかユニフォームも全部一新、うわかっこいいなと思って、なんかすごく新鮮 なんかもう一回プロ野球に入ったなみたいな。あそんな感じ、はい、そんな感じでした僕は。水野さんは結局、33でプロになられて、引退は35です。えなんか潔がいいというか。そうですね、まあやりきった感がかなりあったんですかね。それはあとは移籍とかもまあ考えてはいたんですけど、はい、ただやっぱり自分の中で、まあ、当時の横浜マリノス、今の横浜 F マリノスが大好きな、はい、やっぱり辞めるときはこのチームで辞めたいってずっと思ってたので、はい、横浜愛ですね。はい、そうなんですよ。もうそこを一筋で行きましたので、ね、はい。95年にマリノスが優勝して、はい、まあ、僕も辞めたんですけど、はい、ベイスターズが優勝されたのが98年。そうなんです。ずっと弱いところから弱かったんですよ。時には横浜太陽銀行とか言われて、貯金できるぞってそうそう徐々に徐々に力をつけていって、やっとこう勝てるチームになっていって、98年にやっとそれが花開いて、今まで感じたことのない球場の雰囲気だったんですよ。空気とかね、空気が、応援ももう腹の底からなんかみんなが応援してくれてるのがもう感じるんですよ、背中に。ファンの方もね、溜まってたものがこう爆発するように、ぐわーって人が集まってきたっていうことは、やっぱり鳥肌立つし、でもいや嬉しかったですよ。すごいですよね。でもプロはやっぱこういう中でやらなきゃいけないんだなっていうのをまた感じたんです、その時。やっぱり埋まってるスタジアムの中でやると全然違うものに見えるし、はい、選手たちのモチベーションも全く違うと思うし、はい、やっぱりそういうものを継続しながら、今度は強いベイスターズで、まあ、さらには強いマリノスっていうのがまたこの横浜を盛り上げるんじゃないかなと思うんですよね。はい、横浜で。そうです、地元の瀬谷っていう瀬谷区で、はい、でマリノスのアカデミーなんで、はい、マリノス歴で言ったらもう30年目ぐらい。マリノス歴30年。他球団からのオファーとかはなかったですか？自分の中では迷うことなくしない。オファーがあっても。そうですね、横浜好きだったし、はい、やっぱ横浜地元なんで仲間もすごいいっぱいいて、やっぱそういう仲間はなんか置いて外に行けなかったとか、そういう気持ちもすごいあって、なかなか離れられなかったです。自分も野球大好きだったんで、もう三浦さん残ってもらって、でましてや監督やってもらってめちゃくちゃ嬉しいです。一回ね FA で阪神行くか行かないかっていうところで
いろいろ本当にあの1ヶ月人生で一番悩んだかなってぐらい悩んだ期間でしたけど、たくさんのファンの方から残ってくれっていう声をかけていただいて、やはりファンの存在、横浜のファンの存在っていうのは非常に大きかったですね。まあ、あの時は残留を決めて、まあ、よかったなと、あの時決めて、結果現役で25年できて、また今こうしてね監督もやらせてもらってますから、もう横浜大好きですもん。栗原さんにとって、はい、マリノスのサポーターっていうのはどんな存在ですか？まあ、自分がこう試合に出続けてる時よりも、試合に出れなくなった時にやっぱファンとかサポーターの方にかけてもらう言葉ですごい支えられたりとかしたんで、その辺は本当にありがたかったし、もう今でも本当家族だと思って。ファンの支えが力になってますってよく言葉聞きますけど、いや本当なんですもんね。そうですね、なんとなく言ってるように見えて本当ですよね。本当に感謝しますし、はい、ファンの存在でどれだけ頑張れるか、うん、三浦さんの引退試合もすごい盛り上がってたと思うんですけど。そうですね、はい、本当に横浜町全体がいろいろやっていただいて、はい、たくさんのファンの方がスタンドに駆けつけていただきましたし、スタンドに入れない方が球場の外でも、見に来ていただいたりして、本当にもう幸せだなと。これからもやっぱり横浜一筋やってきて本当によかったなっていう感謝の気持ちいっぱいでしたね、はい、あの時は。よろしく。現役18 年、はい、18年です。現役生活の中で最も印象に残ってることってあります？まあ、優勝したっていうのはすごい思い出なんですけど、やっぱり自分にとって2019年優勝した後に、まあ、やっぱり引退したんですけど、その時に引退セレモニーをやってもらったっていうのはものすごい印象に残ってて、本当にありがたい出来事だったかなって。自分の中で夢がやっぱベイスターズとマリノスが同時に優勝するっていう、うん、いやもう近いうちに近いうちに、野球とサッカーで横浜で優勝して、横浜の街全体をね、もっともっと盛り上げたいです、はいはい、合同ビールかけ、あ、いいっすね、それもね、してみたいですね、はい、やりましょう。